ごめんね、ちょっと臨場感ない悲鳴で。はい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、あっこにおるのは、お姫様やね。はい。ごめん、めっちゃ椅子の上座っとる、あたし。アイラ様、ルベスとムツヘタから聞きました。イニシエのメダルと、雨雲の杖、そして太陽の石。これらを使って、失われた聖なる祠を再建し、虹の雫を作り出せば、ビルダーとしてのあなたの役割は終わると。アイラ様、私にはわかりません。一体何が正しいことなのか。ルビスやムツヘタが言うように、いつの日か竜王を倒せれば、結果的にはそれで良いのでしょう。しかし私は、自分自身で澄み切った空を見上げたい。美しい雨に打たれたい。優しい風を感じたい。まあね、だっていつの日かやったら今生きとる人ってほぼ関係ないもんね。私のこの思いはただのわがままなのでしょうか。おう、申し訳ありません。一国の姫ともあろう私がこのような。アイラ様、もう少しです。これがルビスが課したあなたの最後の責務です。ルビスの導きに従って、まずは失われた聖なる祠を再建し、そしてその聖なる祠で竜王の島に渡る虹の雫を作ってください。ムツヘタから預かったこの設計図は参考としてお使いくださいね。祭壇の設計図を手に入れた。お、虹の雫をお作りください。聖なる祠をひらめいた。伝説の勇者を導いた祠を模した台。伝説のアイテムをクラフト可能。まあ、とりあえずその祭壇を作ればよろしいわけだね。どれぐらいの大きさ？え、ちっこ。ちっこ。どうしよう、この辺置こっか。入り口横。こんなとこに祭壇置いていいんかな。ファサッと。祭壇の設計図。城の壁、地。地はどんな風に置かれと。あ、それ、その、あ、その辺が地ね。で、祠の青床石。6、石の階段3、城の大柱4。聖なる祠1。じゃ、とりあえず、持ち物で、城の壁、地。どこ？この辺か。地、8個やけん、あと1回分作ればいいってことかな。んで、他は階段とかなんもなさそうやね。うん、じゃあ作ろうか。階段、階段。作る。めっちゃ目の前に現れたけど。階段。お、階段。ないぞ。あ、柱、柱。柱が4本。4本、4本。これで4本ね。OK。そして、あとは、ん？ないね。こっちか。こっちで、どこだ？あれ？ないぞ。ってことはこっちか。こっち側で、あれ？階段とか向こうじゃなかったっけ？私がちょっと見落としかな？こっちで、あ、祠の青床石。これを何？ 10 個やっけ？あ、オッケーオッケー。んで、聖なる祠。聖なる祠で、階段多分見落としやな。ちょい待って、もう一回見に行くね。多分ここ、違うかな。あ、あったあった。石の階段。これが3個やったね。ん？作れんくね？あ、作れた作れた。石の階段5個。オッケー。え、これで揃った？じゃ、とりあえず、城の壁地。これを、ポンポン。で、この辺に、よいしょ。はい。よいしょ。恐る恐る。お、空中には置けません。ん？あ、なくなった。あれ？なくなった？作ってなかったっけ、私。ん？もしかしてない？城の壁地。うん、ちょっと、よくわからないけど、とりあえず作ろう。ここね。え、こっちか。城の壁地。
あ、足りない。え、なに、鉄のインゴット？鉄のインゴット、あ、鉄のインゴット作れる。そしてあと、あ、そっか、石材がいるんだ。石材は外だね。ちょっと大金槌に、うん、石材ないぞ。あ、あっこ、あ、ここにもあるやん、この辺の。よし、2個で足りるんかな。3個やった？まあいいや、とりあえず戻ってみよう。これで、こっちだわ、通り過ぎてる。これで城の壁地作る。城の壁、城の壁、はい、地、あ、作れるね、オッケーオッケー。はい、10個、これで置ける、全部。城の壁地、はい、よし、これで階段、階段が3つ、こう、ほい。で、ほこらの青床石、青床石、こういうことね。あ、全然違うとこに置いた気がするんですが、大丈夫でしょうか。あ、違う場所ではないんか。これで、え、これ合ってる？私。1、2、3、合ってねえわ。この一番後ろ、ちょっと待って、これで下に向けてやった方がいいか。あ、壊しすぎた普通に壊しすぎた。ちょっと待ってね。はい、あ、ダメ、もうちょっとこっちか。はい、オッケーオッケー。これで、ちょっと城の壁地を、壊、ん？どこだ？これ。あ、合ってんのか。合ってて、あとここに置けばいいだけ。はい。お、オッケーオッケー。で、あと柱を、この上やったね。この上に置いて、これ方向ありそうやね。前から置こう。お、やべえ、上がれんかった。で、ここ。お、これであとは、聖なる祠。せ、これだ。え、どこ？この上か。おー、できたー。すごい。設計図、祭壇の設計図が完成した。ん、作るって出とる。え、これで？え、これで何かを作るんやったっけ？あ、虹の雫、オッケーオッケー。おー、なんかすごい、神々しいよ。虹の雫を1個作った。てか、これ作業台なんやね。へえ、すごい。お、来た来た来た。ちょっと一瞬水の中入ったでしょ、お姫様。よいしょ。お、アイナ様、ついに、ついにビルダーとしての責務を果たされたのですね。聖なる祠に虹の雫、そして王者の剣と光の鎧があれば、いつか、いつかきっと竜王を倒せる日が来るでしょう。いつかでよろしいのかね。お、アユナよ、本当によくやりましたね。これであなたは、あなたに課せられた責務を、使命を、役割を、すべて果たしたのです。思えば長い道のりでした。そもそもあなたは、ロトという人物の遠い遠い遠い子孫。あ、やっぱり子孫なんや。あなたは戦う力をさほど持たなかった代わりに、物を作る才能に恵まれた元気な若者だったのです。私が竜王によって光を奪われたアレフガルドで、世界を再建する適任者を探していたとき、あの廃墟と化したメルキドの土の中に埋もれた粗末な墓で見つけたのが、荒廃する世界の混乱の中、魔物によって命を奪われたあなたの亡骸でした。あ、やっぱり。最初あれ、ね、墓地スタートやったもんね。死んどったんや、私。私は、そんなあなたの亡骸に、わずかな命と、物を作る力を与え、この地に蘇らせたのです。わずかな命にしてはすごいな、なんか、生きながらえてるけど。アユナよ、私は覚えています。始まりの地、メルキドで、あなたが言っていたことを。自分は、物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり、魔物と戦ったりはしたくないと。そんなあなたが、よくぞここまで頑張りましたね。さあ、
あなたの役割はここで終わりです。与えた力もやがて失われることになります。え、それはやがて死ぬということかな。しかし、わずかに残る力を使えば普通の暮らしを続けていくことはできるはずです。おお、ちゃんと生きていけるんや。これからはものづくりが得意な若者としてひっそりと暮らしていくと良いでしょう。クエストコンプリート、マンドラゴラ。お、マンドラゴラ。おお、なんだ、びっくりした。超びっくりしたんですけど今。キャー、ごめんね、ちょっと臨場感ない悲鳴で。この揺れは一体どういうことでしょう。アイラ様、アイラ様。いや、超ガッツポーズしてますけど、戦い、戦いだわ。アイラ様、大変です。すべてを悟った竜王の大軍勢がこのララトームに押し寄せてくるようです。アイラ様、私はあれから深く考え、あなたのお仲間にもお話を伺いました。やはり私は竜王を倒し世界を救うのはアイラ様以外にいないと思うのです。アイラ様、どうか押し寄せる魔物を撃退し竜王を倒してください。お、ルビスが。アイナよ、それはいけません。あなたには何度も話したはずです。あなたは勇者ではない。あなたは竜王を倒すべき存在ではないのです。それにです、もしあなたがその体で竜王に戦い挑めば、せっかくわずかに残された命の力は失われるでしょう。そうなれば、もし仮に竜王を倒せたとしても、あなたの肉体は滅びてしまいます。アイナ、無謀なことはおやめなさい。あなたは精霊に導きに従っていればよいのです。なんかその言い方やだ。この声は今聞こえとんかな、姫に。あ、聞こえてないんか。おう、どうされたのです、アイナ様。魔物が迫っています。まあ、聞こえとったら多分止めるんかな。アイラ様、これは本来あなたの責務ではないのかもしれませんが、あ、どうかお願いします。あなたのお力で竜王を倒し、どうかこの世界をお救いください。やってやろうじゃねえか。お、なんか言われそう。愚かな。あなたはその選択が何を意味するか分かっているのですか。死ぬということだよね。いいでしょう、仕方ありません。私が課したあなたの役割はすでに終わっています。あなたがどうしようと私にはもう関わりのないこと。あとはあなたが好きなようにすると良いでしょう。うわ、めっちゃ突き放された急激に。すべてはあなた自身の選択のままに。おお、すべてはなんか何、精霊の加護のもとにみたいな感じの言葉じゃなくなったね。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。ってことで、死神の騎士軍団が襲ってきた。あ、やばいね。超おる。あ、でも、燃えてる。超燃えてる。あ、やばい。待って。超激突マシンを。うぃー。はい。結構吹っ飛ぶね。あいつら結構吹っ飛ぶね。あ、やばいやばいやばい。何？やめてよ、そういうの。あ、やばい。やばい、私今、街の中に押し入れてしまった。敵を。ね、確実に押し入れたよね、私。お。スターキメラが。空き部屋が壊れたんですけど。あー、占いのまま壊れたっぽい。ぽいじゃねえわ。なんかあいつら超吹っ飛ぶんですけど。面白い。面白いとか言っちゃいかんけど。これは。待って、めっちゃ穴開いてる。めっちゃ泣いてるよ。初めて捕虜の鎖を手に入れた。ちょっと待って、中にいるの。うわー、いるわ。でもあとちょっとやね。とどめは私、させなかった。ちょっと待って、王者の剣でいきます。魔物の軍団を倒した。あー、でもまだ来る。死神の騎士軍団、あ、またあいつらか。さあ、今度こそっていうか、今度も、超激突マシンで。えい、行くよー。はい。はい。これ結構使えるよね。イエーイ。うわ、やめてよ。吹っ飛ばすよ。こういう感じで。私これ結構好きなんよね。超激突マシン結構好きなんだ。私ちょっと待って。え、やばい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 。あれやばい。
段差の上も上がれるんや。えーい、やばいぞ。ちょっと繰り返しぶつかろうと。はい、どうだ。でも結構いい感じでいけてる気がするんだけど。あー、日が、あー間違えた。道具、あー私も体力、私の体力が尽きる。薬草、そして超激突マシーン。はい、やったやった、私がとどめ刺した、イエーイ。はい、すべてのモンスターを倒した。キキー、バトルコンプリート。命の木の実を手に入れた。みんな体力大丈夫？誰か死んでるんだけど。ってことで、ちょっととりあえず一旦寝るね。まだなんか戦い続きそうな感じやし、ちょっと寝ます。ほい、おはよう。何壁の上乗ってんの。お姫様、次は。アミラ様、魔物たちを追い払ってくださったのですね。しかし、さらなる竜王軍が、このラヤドームに迫ってきているようです。お、どうした私、お腹すいたか。竜王を倒し、世界を救うためにもここは。いかがされました、アミラ様。随分お疲れのようですが。おう、強力な魔物との戦いで、体力を奪われたのですね。それも無理からぬこと。え、寝たんだけどね。焦ることはありません。着実に魔物たちを倒してまいりましょう。いかがでしょう、アイナ様。戦いの準備はよろしいですか。この状態の私がよろしいと思うか。いいけどさ。ありがとうございます、アイナ様。おう、どうか、ご無理だけはなさらないでくださいね。ご無理なさってるよ、私。お腹は大丈夫、あ、全然大丈夫だね。なるほど、ストーリー的にああいう感じになってただけね。じゃあちょっとまた死神の騎士軍団が来たっぽいから、吹っ飛ばしまくってきます。肉肉。はい、雪落ちを激突マシンで。ん、こいつしかいないじゃん。あ、現れたな。はいはい。さあ、やっつけてやる。はい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 。あ、大魔導来た。2回ぐらいでやっつけれるんかな。あ、ごめん、超目の前で止まったわ。超目の前で止まったわ。ん、これに乗ってたら炎効かないとかそういうことではないよね、別に。はいはい。やべえ、私超激突マシン超好きなんだけど。全然ぶつけれてないけど。やばいやばい。え、これで私が建物を壊すなんてことはないよね。あ、みんなもすごいね。みんなもすごいね。上から。あ、やばいやばいやばい。何？私がドライブしてる間にやっつけるとかそういうのやめてよ。なんか私が超間抜けみたいじゃないか。来たね。死神の、ん？死神の騎士だっけ？はい。おー、やべえ。でもほら、みんな結構生き残ってくれてるから。大魔道軍団来た。大魔道軍団来たよ。よし。あれ、めっちゃ吹っ飛んだ。これ超楽しいんだって、ほんと。あと一発。それ多分みんなでいけるでしょ。ほらほら。なになに、ドラゴン来た。ちょっとドラゴンが来た衝撃で。うわー、ほらほらほら、ドラゴン来たよ。こいつも。これやばいよね。みんなちょっとやられないように頑張って。はい。私も頑張るからさ。よいしょ。なんかそういう感じの歌詞なかったっけ？気のせいかな。いいね、いいね。なんかみんなやられてない？いや、みんなやられてるじゃん、ちょっと。私が優雅なドライブを楽しんでいる間に、街の方行くなし。ちょっと待って。マジでちょっと。あ、ダメダメダメ。炎。ウェイ、すげえぶつかった。すげえぶつかって、なんか、魔物の卵みたいなのゲットしたけど。はぁ、町が、私の町が破壊される。私の町っていうか姫の城が。お、あとちょっとでいけるじゃんね。全然あいつの炎食らわなくね、私ね。なんでだろう、これに乗ってたら大丈夫なんかな、やっぱり。
ほらほらほら、余裕なんだけど。おっしゃ、いったー。イエーイ。すべてのモンスターを倒した。キキー。バトルコンプリート。かっこよくね、私。命の刻みを手に入れた。おーし、なんかめっちゃボロボロだけど。一応、この画角で見ると、まあ平和そうに見える。お、なんかびっくりマークで終わっとるね。ってことでまあ、とりあえずこの辺で終わっておこうかなと思います。次戦いじゃないみたいやし。はい。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという人は、概要欄に動画の再生リストを載せておきますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。前のね、溶岩魔人、氷河魔人の時に思ったけど、超激突マシン、名前ダサいけど、面白い。